急に電気が消えた。こんな最新の施設で停電なんてすることあるの？何事？魔法封じのチョーカーが外れた。魔法が使える。今度は警報。外では一体何が起こってるの？内線でスタッフに連絡を。ダメだわ、電源が切れてる。ドアは施錠されてるし。そうだ、この化粧水に。何も失わず何も恐れない、輝く王冠は私のためにある。フェアレストワンオブオール。この化粧水に触れた者はたちまち姿をなくし崩れ落ちるであろう。この化粧水をドアロックにかければ。よし、ロック部分が溶けた。少量ならいけるわね。廊下の突き当たり、一番奥の部屋のドアが破壊されてる。あの部屋、一体どんな被験体が収容されていたの？それにしてもおかしいわね。自分で言うのもなんだけど、被験体が脱走したってのに警報も鳴らないし、スタッフも駆けつけてこない。とにかく他のメンバーを部屋から出さなきゃ。隣の部屋は確かジャミルがいたはず。ジャミル、無事？ビル先輩、これは一体何が起こってるんですか？さっきの警報と振動は。話は後よ。とにかく他のメンバーも脱出させましょう。これで全員ね。この一番奥の部屋は誰が入ってたんだ？どことなく嗅いだことのある魔力の匂いがするような。わからない。私が外に出た時すでにドアが破壊されていて、部屋の主の姿は見えなかった。ボーマ素材が使われたドアを吹き飛ばすとは、かなりの魔法の使い手でしょうね。他の被験体が俺たちのように理性がある状態とは限らない。警戒しよう。脱走した被験体の行方も気になるけれど、それより、さっきから辺りに漂っているこの正気。間違いねえ、高濃度のブロッドだ。まさか1万体以上のファントムが収容されているというタルタロスで問題か？可能性はありますね。あまり吸い込みすぎると良くない。チョーカーが外れて魔法が使えるようになってるし、魔法防御力が高い両服に着替えましょう。
デュークスに押収されたマジカルペンも召喚できました。こんなにあっさり取り戻せるなんて、何かが起こっているのは間違いないですね。半径10メートル範囲内にて魔力反応を感知、ターミネーションモード起動。何？対象を確認、直ちに排除します。総員、位置につけ。力と牙以外に戦う術は。真剣に考えた？支援。ほら、適切に対処。レオナ、足手まといはいらないわよ。誰に言ってんだ。全力で潰してあげるわ。私が抑える。正解だ。バカだ。私が続け。踊らせてやろう。外から狙う。これはどう。分かった。しかだ。受けてた。静か。目標を確認。いいでしょ。なるほど。お安くしておきます。三回。かわいい。二段。外から狙う。パワー。二段。さあ見てみたいな。お前は俺の手の内だ。それが本気だ。見せて。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。なんとか倒せましたね。見ろ、このカローンの鎧、中に人間が入っていないぞ。こいつら学園で俺たちを襲った時と違って、明確にただ傷つけるために攻撃をしてきた。どうも嫌な予感がしやがるな。悠長に立ち話をしている場合じゃなさそうね。これ以上事態が悪化する前にボスがいるであろう管制室を目指しましょう。ちょっと待って、忘れ物しちゃった。ああ、スペシャル美容液、これだけは持っていかないと。この状況でも肌荒れの心配か。スーパーモデル様は大変だ。何とでも言いなさい。これは私のお守りコスメなの。どうしたんだろう。急に電気が消えちゃった。本部へ連絡できると言われたデバイスも反応しないね。ドアのロックも開かないようだ。じゃあ僕たちこの部屋に閉じ込められちゃったってこと？し、ドアの外が少し騒がしい。ドアの外に聞き耳を立ててみたところ、どうやらこの島の人間にとっても
この停電は想定外の出来事らしい。ここにいるスタッフたちも皆本部へ向かうようだ。僕たちはどうしますか？オルト君が来てくれるまでここにいた方がいいかな。少し待っていてくれるかい？ほら、私から逃げ切ってみせて。 I see you。ビルたちが個室から出て本部の中を移動し始めている。ビルさんたちには会えなかったし、ユニーク魔法はかけられてないはずじゃ。実はね、ビルに差し入れしたスキンケア用品の一つに私の魔法をかけておいたのさ。え？人間だけでなく道具さも目印つけられるってことな。私が狙う獲物は人間に限らないからね。受け渡し前に魔法効果をスキャンされてしまう可能性も高かったが、どうやら免れたらしい。ICU のマーカーは毒性も攻撃性も帯びていない。一見何の効力も意味も持たない魔法に見えるはずさ。コスメにおまじない程度の魔法が込められているのはよくあることだからね。魔法師のコスメプランナーがプロデュースした魔法が込められたネイルポリッシュ専門店もある。イデア君とオルト君は私のおまじないをそれらと同類とみなし、見逃してくれたんだろう。すごい。けどやっぱおっかねえ魔法だな。ルークさんに目印をつけられた人、自分ではほとんど気づけないんじゃないかな。最新の技術を備えた嘆きの島での予期せぬ停電。全ての検査を終了し学園に戻るのを待つばかりだったはずのビルの家。もしかすると本部内で何かトラブルがあったのかもしれない。オルト君がこの施設はスチュークス署員の研修施設だと言っていた。ということは、ルークさん、なんでドアの周りをあちこち調べてるんですか？あったぞ、非常用のドアコックだ。これを引けばと。すごい、ドアが開いた。研修施設は
行動を制限すべき被験体を収容する施設ではないはずだ。つまり万が一の時は内側から開けられるんじゃないかと踏んだんだが、どうやら当たったようだね。とにかく私たちも本部へ向かってみよう。何もないならそれに越したことはないが、どうも胸騒ぎがする。エペル君、監督生君、私の後ろをはぐれずついておいて。はい。うたて、ちげぐで見ればますますでっただ建物だな。誰かに見とがめられることもなく、拍子抜けするほどすんなりたどり着けてしまったが、建物の中に入るにはどうしたらいいだろう。誰か助けてくれ。島の人が黒い鎧に襲われてる。仲間同士じゃねえのか。わからない。とにかく助けよう。総員、位置につけ。これに締められたい。オッケー。やだ。なんでね。邪魔してやる。気を緩めるな。笑わせんなっての。退路を決め。オッケー。許可しよう。私に続け。かわいそうにね。外から狙う。面白いな。そうだね。サポートする。よそ見。抵抗に注意して。逃げんな。準備完了。奇策を取る。やってやろうじゃん。支援。心が痛む。私が抑える。かな。被弾。やるな。正解だ。朝だね。お前は俺の手の内だ。どうした。話にならん。出直してこい。最大に設定。ターミネーションモード起動。対象を排除。対象を排除。対象を排除。どういうことだ。昨日戦ったカローンたちとは明らかに様子が違う。エベル君、監督生君、一度退却だ。ムシュ、立てますか。ああ、私が退路を開く。エペル君は援護。監督生君、ムシューに肩を貸して差し上げて。うわ、敵がさらに6、7、どんどん増え続けてる。排除、排除、排除、排除。あいつら、俺たちをビームで消し飛ばすつもりか。おそらく私の魔法障壁では耐えられない。みんな走れ。カモシカよりも早く。
腰が抜けて動けない。監督生のおじさんが逃げ遅れた。耐えきれるかわからないが、私の全力の魔法障壁であの二人を。魔導ビーム再装填完了。ターゲットロックオン。あれ、また見てるだけしかできねえのか。発射まで3、2、1。ヤクザだぜ。ここまで何しに来た。何もできずに見てるだけなんてもう嫌だ。エベル君の魔力が急速に高まっていく。これは監督生。よかった、目を覚ましたね。見てごらん。監督生君、驚いた顔をしているね。あれはね、エペル君がやったのさ。みんながやられちゃうと思ったら無我夢中で。これは監督生君とムッシュがガラスに覆われている。いや違う、これは強力な魔法障壁を用いた結界か。二人ともビームの衝撃などまるで届いていないかのように深い眠りについている。エペル君、君がやったんだね、メアペイユ。俺か。そうとも、
私にこんなことはできない。メテル君、この結界にカローンたちを全て閉じ込められればこの場を切り抜けられるかもしれない。やれるかい？わからない。でも絶対やってみせます。今こそ君の奮励の精神を見せる時だ。はい。魔導ビーム再装填開始。 80% 90%。 大丈夫、落ち着いて呼吸を整えて集中するんだ。君の内なる声に耳を澄ませてごらん。頭に浮かんだ呪文を唇にそっと乗せてみて。さあ、目を閉じて息を止めて。スリープキス。そう、俺のユニーク魔法だ。ブラボー、愛しの姫リンゴ、感謝と称賛の抱擁を。ルークさん、苦しいレス。おっと、すまない、感情が高ぶってつい力が入りすぎてしまった。ありがとうございます。まだこの魔法をしっかり掴みきれてないけど、魔法で作った結界の中に相手を閉じ込めると一時的に相手の活動を止めることができるみたい。オンボロ寮でエース君やデュース君が襲われるところを見てたせいかな。とっさにみんなを守らなきゃって思って。使い方によって味方を守る盾にも敵を封じる檻にもなる。この魔法障壁の堅牢さはエテル君の意志の強さそのものだね。宝石よりも硬く美しい。何人たりとも君の決意を傷つけられやしない。本当に美しい魔法だ。君のユニーク魔法の発言に立ち会えたこと光栄に思うよ。ビルが知ったらどれほど喜ぶか目に浮かぶようだ。でもまだ座標を定めるのが難しくて、カローンを全員捕まえるのにかなり手こずっちゃった。覚えたてで使いこなせる人なんかいやしない。大丈夫、すぐに上達するさ。おや、ムシューも目を覚ましたようだね。気分はいかがかな。君たちが助けてくれたのか。本当にありがとう。このカローンたちはオートパイロットモードだったようだ。
オートって中に人が入ってないってことかな。ああ、無人状態のパワードアーマーが人間を攻撃するなんて通常はありえない。おそらく塔内の警備を管理しているケルベロスシステムに何かトラブルがあったんだろう。もしかすると本部内はここよりも危険な状態になっているかもしれない。なんと、君たちも今すぐ来た道を戻り、外周部にある緊急脱出用ターミナルから塔外へ脱出するんだ。この様子ではターミナルが動いているかどうかもわからないが、それでも外周地区の方がここよりはずっと安全なはずだよ。ご忠告ありがとう、ムシュ。しかしその話を伺い、私たちは一刻も早くこの建物の中へ向かわねばならなくなった。そんな、危険だ。百も承知さ。しかしそこには我らの愛する学友たちがいる。彼らを置いて私たちだけ脱出するわけにはいかない。大丈夫、私たちはナイトレイブンカレッジで緊急事態発生時の対応訓練を受けているからね。そうか、わかったよ。では、よかったらこれを。これは ID カード？ああ、通常の ID カードが持つアクセス権限では管制室がある中央エリアには入れない。だがこのカードなら入ることができる。混乱しているであろう本部内でどれだけ役に立つかはわからないが、魔法が使えない私より君たちの方が有効に活用してくれるだろう。でもおじさんが脱出するためにも必要なんじゃないかな。私なら大丈夫。生まれも育ちもこの島の中だ。どうとでもなる。お心遣い感謝します。こちらこそありがとう。どうか気をつけて。さあ行こうか、我らが女王の御前へ。似たような廊下ばっかりで本当に管制室に近づいているのかわからないわね。曲がり角ごとに印はつけていますし、同じ場所には戻ってきていないので進んでいるとは思います。というより ID カードがないと通れない道が多すぎる。壁が防魔素材でなければドアを全部砂にしちまうところだが、
僕もそれを考えていました。しかしイデア先輩が。緊急時には各部屋がシェルターの役割を果たすとも言っていましたし、簡単には壊せないでしょうね。部屋を脱出した時みたいに私がユニーク魔法を使ってもいいけど。時間がかかるし、魔力にも限度があるわよ。せめて一人でもスタッフが姿を見せてくれれば。締め上げ、いえ、事情を説明し道案内をしてもらうのですが。何？助けてくれ！魔導ビーム再装填完了。ターゲットロックオン。見てください、スタッフがカローに襲われています。ちょうどいい、あいつに恩を売って道案内させようぜ。まったく、王子様らしくない発言は慎みなさいよ。でも賛成。行きましょう。総員位置につけ。全力でかかってきなさい。なるほど、よろしい。支援する。ディドルさん、では作戦の通りに。アズール、今回は君を信用しよう。ご満足いただけました？気を緩めるな。準備はいいか、アズール？もちろんですよ、ディドルさん。考えても無駄だ。回路を下げ。さあ見てなさい。サポート。あの君はもったいないと。抵抗に注意しろ。おいビル、ついてこい。あたしに命令しないで、レオナ。試してこちらでカバー。ダメね。始めよう。どうしてやろうかしら。サポートする。心が痛む。抵抗に注意しろ。魔法はこう使うな。退路をかけ。考えたな。はいはい、お前は俺の手の内だ。適切に対処。踊れ。囲い込め。やるか。いいだろ。わかりました。燃やししておく。制圧開始。こうしよう。散開して囲い込め。今だ。こちらでカバー。ほら、僕は誰よりも正しい。